日向工業高校電気技術部。ここでは2つの班が日々技術力を磨いています。その中の一人、マイコンカー班の山本博樹さん。昨年マイコンカーラリー全国大会への切符を手にしたんですが、コロナの影響で大会が中止となり、とても悔しい思いをしました。困難にぶつかっても諦めない強い心、その時の悔しさは成長への大きな力になりました。今は次の大会に向けて新作のマイコンカーを制作中です。次こそはどこの高校よりも早いタイムを出して、もう一度全国大会に出場します。未来のエンジニアたちは次の目標に向かって走り始めています。約束にまっすぐ県民共済。